ゆずはです。みです。ひなです。ピンクラテティー ビー始まるよ。イエーイ。本日はサンキューマート購入品でプレゼント交換してみたです。イエーイ。みんなサンキューマート好きですよね。はい、大好きです。雑貨もお菓子もいろいろ300円くらいでね、買えちゃう雑貨屋さんで1人2個ずつ買ってプレゼント交換するんですけど、ゆなちゃんはゆずはちゃんに、ゆずはちゃんはめいに、めいはゆなちゃんにプレゼントをあげるので、あげる人を考えてプレゼント買ってくださいね。はい、はい、それでは早速サンキューマートに行っていきたいと思います。ではせーの、どうぞ。はい、到着しました。あげる人を持ってプレゼント買いましたか？買いました。交換していきましょう。どうぞ。ありがとう。どうぞ。ありがとう。私から開けていいですか？どうぞ。紫のこのパカパカガラみたいなミニミラーみたいな感じの、学校でさ、こういうの欲しくて、今ね、なんか古いやつをね、使ってるの。鏡を見てたんですけど、なんか可愛らしい系が多いから、なんかゆなちゃんと大人っぽいのを探して、おっ！ってなって、これにしました。毎日使ってます。じゃじゃん、イヤリング。イヤリングを買って、ちょっと決めた後にゆなちゃんと話してて、ゆなちゃんが私イヤリングつけるの抵抗あるからみたいな、あんまつけたくない人間とか言われて、どういうことだろうと思ってたら、ずっとつけてると違和感あるから長時間つける練習しようと思うとか言ってて、あそうおーと思って。めっちゃ可愛くない？アクセサリーの断捨離をして、もうほとんどイヤリングとかネックレスがね、使うものしかない。シルバーの小ぶりなもの欲しいなと思ったから、ドンピシャすぎる。ちょっとありがとう。心読んじゃった。よかった。よしよし、ありがとうございます。はい、じゃあ次はメイのゆずはちゃんからのものを開封します。せーの、おー、なんかす、おーなんかすごい出てきた。かわいい。すごいインパクト、すごいですね。インパクト大の、何ですか？これはトレカとか、あ、これ定期ではよ。ピントレカとかかな、推しのトレカとか入れられるやつですね。めいちゃんアニメとか好きだし、キャラクターのトレカとか入れて見てそうだから、見てそう、眺めてそうなので、これ買いました。せーの、おい、でも早速してあげてください。僕のヒーローアカデミアの推しのトドロキショウト君のスマホカバーです。ついに携帯の後ろにまで推しが登場しちゃうんで。めいちゃんトドロキ君推しだし、これ見た瞬間これ絶対買おうって。おー、さすが。最高。最高。はい、ありがとうございます。いきます。はい、じゃん。じゃん。待って、かわいいこれ。で、嬉しい。めっちゃ喜んでる。コンビニとか行くときにバッグめっちゃ悩むんですよ。あ、こういうのとかに入れて持ってきたらいいなって。あ、ありがとう。なんかさ、ゆうちゃんさ、小6になる、じゃん。なんか修学旅行のときとかさ、洋服入れたりとかスキンケア入れたりとか、なんか今後お仕事とかでね、やっぱそういう泊まりが増えたらいいかなと思って、買いました。色とか、桜とかめっちゃ可愛いです。可愛かった。なんかゆ可愛い系の時もあれば、大人っぽい時もあれば、いろいろあるから、どれが好きなのみたいな。じゃん。え、くまちゃん、くまちゃん。よかった、よかった、よかった。くまのミラ？ミラ、そう。めっちゃ可愛い。今日ずっとね、くまくま言ってたんで。そうね。私ぬいぐるみとかも結構好きそうだから、好きかなと思って。めっちゃ可愛いです、くま。よろしく買ってください。ありがとうございます。サンキューマートのいいところってさ、大体友達の
あのプレゼントの値段って自分的に相場がね、1000円くらいからなんか1500円くらいって結構決めてるから、サンキーワードで2、3個変えてその値段だから、なんか安っぽくあんま見えないものも多いからいいよね、大満足。すごい大満足。え、皆さんもなんかサンキューマーツでこういうものがおすすめだよとか持ってるよとかあったらコメント欄にぜひ書いてください。もしかしてこの中にお揃いのものあるよとかある方もぜひコメントください。ください。はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。